はい、こんばんは。カッティーシーリージンです。今回の話はグルナイっていう番組あるじゃないですか。はい、あのゴチ、まあゴチになりますっていうコーナーがあるんですけど、まあそのゴチにですね、あのなんか新メンバーなんか発表されていたようで、なんと池田エライザーさんがね、はい、あのなんか新メンバーになったみたいなんですね。はい、まあ池田エライザーです。ゴチの新メンバー選ばれましたなんてまあ言いたかっただけなのであれだったんですけどね、ごめんなさいね。はい、まあ池田エライザーさんがね、まあ、新メンバーになったということで、まあおめでとうございます。はい、まあこのことについて批判殺到されてるようなんですね。こういうツイートに見かけましたね。いやー、なんで池田エライザー見たくない、なんか残念のような感じのツイートがあったんですけど、これなんでか、池田エライザーが嫌いなんですかね、この方は。だったら見なきゃいいじゃんって感じなんですけどね。はい、まあ本当にまあね、こういうことを言う方が本当にね、世の中にいることがなんか残念に思いますね。はい、まあてなわけで今回の話はあのゴチの新メンバーにですね、なんと池田エライザーさんが選ばれたことでなんか批判殺到されていたことについてのねお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。